こんにちは、ペソでございます。信長の野望武将奮録19回目ですね。続きやっていきましょう。で、ちょっと内政の回がね続いておりますので、今回もちょっとその引き続きにすいませんなりそうな感じはせんでもないんですけどね。で、1568年師走12月スタートですね。で、ここはどこだ？伊賀ですね。伊賀ね、もうほぼほぼやることがなくなってきて、ちょっと早くね京都攻めたいんですけどね、やることがなくなってきちゃったんですよね。で、困ってんのがここですよね。はい、大和ですね。国力は問題ないので、ちょっとお金送っとこうか。はい、輸送設営、800ほどで、米はいいや。で、兵もいいや。で、鉄砲40兵なります、3人。はい、で、あとは、10上がるのか、商業が。商業上げときましょう。はい、神戸さん。あー、1足りなかった。まあ、あとは、あー、国だけ増やせないのね。じゃあ、技術。で、摂津ですね。どうしようかな。共同作戦ね、浅井さんやってくれるんだったら。で、誰に貸すか、筒井さん。あら、来てくれないのね。じゃあ嫌だ。外交的にはどういう感じになってんのかな。武田さんと徳川さんと浅井さんと同盟結んでる形になってるんですね。でも来てくれないの痛いですよね。じゃあもうちょっと増強してどないかしましょうかっていうところですよね。あれ、製造中か。ねえ、鉄砲を大量に買うお金もないし、誰か、ここは あ、ここに神兵衛さんいるんだ。神兵衛さん来ないかな。500ぐらいで。中制度どないなってるんでしょうね。ちょっと見てみましょうか、せっかくなんで。ほい。73でしょ。来てくれそうなもんなんですけどね。おりゃ、もう一回来ないかな。ああ、秀吉さんがあれですね。信長さんで、33の官兵衛さん。500じゃ無理だったんですよね。700ぐらい。ああ、ダメ。
茶器ね。お、来てくれんの？おりゃ。やっぱ茶器の効果大きいですね。まあ勘兵衛さんこれでちょっと心揺らいでくれたのでよしとしましょうか。で、ここは続き、あ、向こう努力ないですね。じゃあスキップだですね。で、治水をここはやらしていきましょう。そんなにギリギリにライン合わせる必要ないので一律 45% で、テポも増えてきましたね。あ、秀吉さんで72か。で、信長さんだと56。そうですね、デポ作らせよっか。100は欲しいですよね。はい、行きましょう。これで下ってきてくれるとね、だいぶ楽になるんですけどね。で、ここは治水度が低いんで、で、あと、ごめんなさい、金山ほっときましょう。で、石高は上がんないなので、まず輸送ですね。金山ないかな。あー、ないね。で、伊勢ですね。ここまだね、石高実は上がるんですよね。水路がね、70台に落ちてしまってるんで、ここもちょっと考えるんで、あー、もう美濃がまた民中下がってますね。60台は良くなさすぎますね。かといってね、金もそう大して増えてないんですよね。さあ、もう治水し、治水じゃない、技術しかね、上げることなかったんで、ここはこれぐらいにしときましょうか。はい、キーですね。
近もうちょっと治水道いっぱいになりますね。であとは金山見つかってくれれば嬉しいよと言いながらなかった。はい、終わり。ここは国力が下がった分を持ち直さないとダメなので、はい、北千之助さん来たよ。はい、あとは林さんと信之さんだけか。治水、はい、で伊賀ですね。まあ国自体狭いですからね、そう上げきれるもんじゃないんですけどね。ここはですね。本国だけはちょっと大事にいきましょうか。製造中ですね。さあ、あとは勘兵衛さんのあれ見ましょうね。中制度、あでも73か。あでも許容はやっぱり高くなりましたね。ちょっと治水度頑張って上げときましょうか。水産、勝家さんで、はい、孫一さん、で、終わり。ここもそうですね、また治水になっちゃいますね。林さん100にし、早く、あ、なったなった。金山見つかんないよね。うん、で大和ですね、ここももう、うん、治水、はい、行きましょう。で、伊賀ですね。あ、伊賀じゃない、伊勢ですね。はい、まあこの2人しかできないんでね、治水。まあここはこれでいいでしょう。ああ早くね、攻め込みたいんですけどね、なかなかみんな動かないんで。そうね、もうちょい余裕できたら兵をここで増やして持っていくっていうのもありですよね。まあ開発ですね。
やくこれで、ちょっと米相場高くなってきたんで動けますね、ここは。はい、打っちゃいましょう。六角さんに844あるんで344、500残しでいきましょうか。はい、で、鉄砲製造するにしてもね、クキさんだとこの値段か。で、同じぐらいですね。どうしようかな。5を作らせても中途半端ですよね。まあね、あんまり在宅がね、正直うまいことを言ってるような感じね、当の私もしてないんでね。ああ、また来たね。行かないよ。はい、ちょっと米売りましょう。筒井さんに300ぐらいね、ね、秀吉さんは安いんですよって言いたいのは分かってるんですけどね。400でね、せめてもう浅井さん来てくれないとな。はい、来てくれる。じゃあちょっと一回行きましょう。いつものメンバーですね。で、400って言ってるので100ずつですね。で、若干減らします。400、そうですね、370ぐらいでいきましょうか。ねえ、万が一ちょっと籠城されると何にも、ああ間違えた。どうしよう、来てくれんの。ああ大丈夫ね。で、まずまた兵力間違えましたね、私。ここで兵力入れないといけないんですよね。まず100の騎馬で、勝家さんどれぐらいいこうかな。足軽でいこう。で、孫一さん70の鉄砲部隊で、で、秀吉さんを100の足軽で、これで350ですね。で、400だけ持っていきましょう。はい、行きましょう。雪上手は筒井さん意味しません。よし、本陣はここで、信長さん、ここ行きましょうか。で、勝家さん真後ろで、孫一さんちょっとここから鉄砲で狙うから、ここで、秀吉さん遊撃隊、よいしょ。いやー、あら、外側から来たね。じゃあ、これで、鉄砲攻撃、遠野、ああ、無理か。様子見ながらですね。こっちちょっとずらしましょう。
で秀吉さん下から行かせようと思ったけどこうですね、うん、浅井さんへ方向行くね。はい、待機で、若干ずれるのか。じゃあこっち行こう。で、通常攻撃。もしかしたらこいつ下から外目狙ってきてるのかもしれないですよね。で、テコ。おお、大きいね。ねえ、なんか下から一部隊狙ってきてるような感じですよね。誰なんでしょうね。ちょっと見てみますか。はい、この人誰？あれ。ああ、京極さんか。ふむふむ。でこの人は？はい。なんて読むんでしょうね。三淵さんはわかるんですけどね。この人は誰？あ、この人二方さんか。うん、捕らえたいね。じゃあとりあえず。ちょっと本陣の方ね、抑えられそうなんで。はい、待機。危ない危ない。完全に的になってますね。よし、ここで待機ですね。で勝家さんちょうどよかったんで細川さん捕らえましょう。移動します。で攻撃。はい、入った。でちょっと下がりますか。雨降ってきてるんで、今のうちですね、近づくんでしたら、ちょっと待機ですね。よいしょ。お、突っ込む突っ込む。あれ？なんか援軍来てますよね。うん、6部予部で我が方が優勢。部隊情報ですね。あれ、これが足利義昭かい？え、じゃあ本陣守ってたのだ誰なんでしょうね。あ、そっかそっか。はい、ちょっとずつ事情が。お、突撃だ。
とそうですよね、本陣攻撃したいですよね、この雨打ちに。なので、はい、で、こうかな、一応攻撃しときましょうか。はい、あーなるほどね。おお、5発まで来るか。で、本陣囲んじゃいましょう。はい、何もやるな。あ、でも一人捕まりそうですね、あっち。まあこっちは大丈夫ですね。行きますか。で、本陣なので、これ誰だ、勝家さんか、突撃。あー、1回しか来なかったね。はい、いや、あなたはどこだ。画像が硬いですね。はい、頑張って。お、舞台壊滅。本陣が怖い。ああ、秀吉さん捕まったな。いもう引けないね。はい、和田さん捕らえた。で、ちょっと方針転換ですね。ああ、しまった。あれ鉄砲撃ったんでしょうね、今僕。すごい無駄なことしてしまった。はい、行くよ。こうですね、本当は。あ、撃ってきた。はい、はい、これで、鈴木さん捕らえたので、よしよしよし、行きましょう。じゃあ、よいしょ、移動ですね。はい、この鉄砲のね、連発怖いですよね。何度も言いますけど、あともう一歩近づきたい。ここだ。はい。
はい。まだ3連発打ってくるんですよね。よいしょ。もう2発がやっぱ硬いね。まあ、本体のね、数は信長さんより少なくなったんで、チャンスはチャンスなんですけどね。ほいほいほい。まあ損失はかなり大きかったですけどね。ああどうしよう。まだいけるか。効かなかったな。で、退却しましょう。セッツ。はい。で、突撃。違う。突撃。移動しましょうか。雨はラッキーですね。おお。まあほぼほぼ兵ゼロで完了ですけどね。あら。まずい。耐えて耐えて、よいしょ。おい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 。おい。あかんか。おい。あ、いった危ないね。ゼロだよ。これ速攻で輸送しないとすぐ攻められますね。はい、細川さん、いらっしゃってください。はい。で、京極さんもいらっしゃってください。和田さんも、はい。で、お待ちしてました鈴木さん。あー、キーか、間に合うかな。というところで、お時間ちょっとよろしくなりましたんで、今回、山城京都を取ったところでおしまいにしたいと思います。ではまた次回まで。ありがとうございました。